仮上工場から施設はそのままに駅に昇格した、ルモイ本線主分別駅写真中央の白い小屋は、淀港の物置を改造した待合室。写真右の半壊した木造の小屋は旧、待合室プラットフォーム長は、非常に短い。保守が十分でない上尾ノップ内駅の、プラットフォーム仮上工場とは、日本国有鉄道における停車場の形態の一つ。一般の鉄道駅が、 国鉄本社の認可に基づき設置されているのに対し、この仮上工場は地方の鉄道管理局の判断のみで設けられた、まさしく仮の上工場であるという特徴を持っている。1969年10月1日に臨時上工場に統一されるまで、本社設定の認可に基づく仮上工場も存在した。仮上工場は駅を設けるほどではない場所で、 利用者の利便性を高めるために仮に設置されたものである。駅を設けるのには多額の資金や各種の許認可等煩雑な手続き等が必要なのに、対し仮上工場は低資金で容易に設けることができた。そのほとんどが北海道で設置されており、その他の地域には数えるほどしか存在していなかった。仮上工場は旅客が対象で、 過去には貨物のみを扱う信号場があったが、これは仮上工場とは呼ばれなかった。北海道では人口密度が低く、本格的に鉄道駅を設置できる発達した集落が少ないことから、駅間距離が比較的長く、居住地と駅の距離も遠くなりがちであった。このため、通学客や高齢者等の公共交通手段を必要とする。 利用者にとっては鉄道へのアクセスに難が生じており、改善の必要性があった。また、当期に道路交通が遮断された場合における公共交通手段確保の検知からも、鉄道アクセスの向上が求められた。こうした、正式の駅を設置するほどの客は見込めないが、しかし無視できない需要があった背景から、道内では容易に作れるか理常工場設置が進んだのである。 1950年代中期からの北海道口への機動車導入進行はその流れを推進した。また、かつては信号場に勤務する職員が信号場併設の感謝に家族と一緒に居住する場合があった。北海道では鉄道以外に交通手段のない人里離れた場所に信号場が設置されている場合があり、感謝に居住する職員の家族が 通学や買い物をするための乗降用として、信号場に併設する形で、仮上工場が設けられた例もある。仮上工場の設置基準は、道内の各鉄道管理局によりばらつきがあり、旭川鉄道管理局が設けた仮上工場の数は他の管理局管轄の路線に比して、格段に多かった。一方、釧路鉄道管理局管内では、 ほぼ同じ目的で設置される仮状工場と臨時状工場が混在していて、臨時状工場は人口増加で国鉄末期に開設されたものが多かった。例えば、根室本線帯広近郊では、犬市別駅は仮状工場であった一方で、白林台駅は臨時状工場として設置された。大半の仮状工場の構造は非常に簡略な設備であった。 標準的なものは、単行列車がようやく停車できるような板張りホームと、粗末な標柱、それに数人が入れるかどうかの待合室があるか、どうかというものである。中には、朝礼台と呼ばれた一両分にも満たないホームや、バスの配車帯を待合室代わりにしたようなケースや、そもそも待合室さえない場合もあった。どちらかといえば、駅よりもバス停に近いと言える。このため、 正規の駅に昇格した後も、そういった設備はそのままであった例が多い。中には、正規の鉄道駅として開設され一定の構造設備を持ちながら、乗降客が少ない等の理由で、列車交換のための信号場に格下げされ、客の乗降を仮乗降上の扱いで継続した例や、併設して感謝が存在するなどの事情で、信号場が、 新たに仮上工場の扱いで客扱いを開始したものもある根室本線、古瀬信号場など。また、一見すると仮上工場に似た簡素な設備で建設されていながら、当初より正規の駅として設置されたものもあり、こういった例は道外でも見られた。仮上工場は、隣接する正規の駅の駅名標の隣駅表示に記載されないことが多く、全国版の時刻表でも、 同様だったそのため、日常的な利用者以外にとっては、突然現れる、謎の駅というべき存在だった。このような事情から、その実態がよくわからない仮上工場もいくつか存在する。仮上工場のうち利用者の多いものは順次一般の鉄道駅に格上げされていったが、国鉄の分割民営化まで残っていたものは一斉に民営化と同時に、 鉄道駅に格上げされることとなった。これについては口述する。仮上工場はあくまで地方鉄道管理局の判断により設けられたものであり、国鉄当局の設置した駅ではない。このため運賃計算上必要な営業キロが設定されておらず、運賃は仮上工場で降りる場合だと次の鉄道駅まで乗降所から乗る場合だとその手前の鉄道駅からの 営業キロでそれぞれ計算されていた。例外として小松島線の終点に位置した小松島港仮上工場は手前の小松島駅と同一とみなされていた。また、四ほ路線の電力所前仮上工場は少し離れて位置する黒い平駅の代替として設置されたことから黒い平駅と同一とみなされていた。現在のようにワンマン運転が普及していなかった頃、 仮乗工場から乗車した場合は、車内で車掌から乗車券を購入することが原則であった。しかしながら、乗降客の多い一部の仮乗工場では、近隣の商店や個人に乗車券の発売が委託されていた。このような場合、県面に表示される初駅の駅名は、仮乗工場の名前ではなく、上記の運賃計算上の扱いで運賃を、 計算する駅の駅名が表記されることになるが、ごく稀に仮乗工場の名前が表記された乗車券が発売された例があった。日本交通公社発行の国鉄監修の時刻表や、その他交際出版社などが発行していた全国版の時刻表では、仮乗工場は一部を除いて掲載されていなかった。北海道地域のみを掲載した北海道時刻表、道内時刻表などには、 多くが載っていたものの、北海道時刻表や道内時刻表に表記されている名称と実際に駅名表に表記されている名称に違いがあったり、これらの北海道版時刻表にさえ載っていなかったりしたものもある。仮上工上は駅名表における隣駅の表示では表記されないことが通常であった。この原則は仮上向上の駅名表でも適用され、 隣り合う仮上降場同士で互いが表記されないといった奇妙なケースもあった。なお、合図線の過去仮上降場のように括弧書きで小さく表記された例もあった。国鉄分割民営化による JR 発足当日付で名寄本線など後に廃止された特定地方交通線も含めほとんどの仮上降場が正式な駅に格上げされた。運賃計算上の扱いは しばらくは国鉄時代と同様だったが、1990年3月10日付で営業記録も設定された。一方、季節営業をしていた仮乗工場を中心に、駅ではなく臨時駅に移行されたケースもある。ちなみに、北海道以外で数少ない元仮乗工場であった八つ森駅は臨時駅であったが、駅名表では最後まで八つ森仮乗工場と称していた。 しかしながら、コロナ以前栄町駅のようにその後路線自体が廃止されたため、駅になってからわずか数ヶ月数年で廃止されたものもあった。民営化後に廃止された仮定工場は正式の駅として記録され、全国版の時刻表にも掲載されたが、民営化直前に仮定工場のまま廃止されたところも多い。また、駅に昇格したものの沿線の過疎化が進行し、 乗降客が激減し、いわゆる、卑怯駅になってしまったものや、廃止されてしまったものも多く存在する。仮乗工場は、設備が極めて簡素であったため、廃止後に、その正確な位置を特定することすら、難しくなったものも多い。宗谷本線、ルモイ本線,線、専門本線、室蘭本線、関北本線、薩沼線、函館本線。ありがとうございます。